地域創生コースでは地域社会や文化の知識、情報メディアや芸術表現、グラフィックを中心としたデザインなど実際の作り手となるための専門知識を学びます。地域の課題解決のためには多様な専門知識を学び融合させることでイノベーションを起こしていかなくてはいけません。このコースでは地域で町おこしを計画したり SNS などのビッグデータを分析したり地域の歴史にちなんだ発掘もすればアート作品を作ったり時にアフリカに行って研究をしたり、多種多様な将来必ず役に立つ学びが揃っています。社会の一員として実践的に社会の発展に貢献できるような教育に力を入れています。地域社会の文化や生活の創造をするクリエイティブな人になってみませんか？地域創生コースでお待ちしています。私は今大学で文化人類学っていう学問を専攻しているんですけど、まさにその人類学っていうのはいろんな要素が混ざりに混ざったものを一つずつ視点を変えて丁寧に見ていく学問なんですけど、それには必ずと言っていいほど現地で調査をすることがすごく大事になっていて、実際に人とお話をしたりとか自分の目で見たり五感を使って調査しながら、すごく固く思える学問もどういうふうに実践の場で使えるのかなっていうのが身に染みてわかる経験が私にとっては結構残っています。最近は不確実性が高い予測不可能な世界に私たちは突き進んでいってると思うんですけど、その時に自分でしっかりと考えて自分の力で決断できるように、そんな力を身につけに大学に勉強しに来てください。お待ちしてます。